薩摩3042です。いよいよもう今月末12月27日に迫ってきましたボンヘイレンウエストフューチャリング薩摩3042の、バンヘイレントリビュートライブですが、ですね、もちろんこのケンパーを使うんですけども、ケンパージャパンのね、久保山さんと、いろいろちょっとやり取りしてましてですね、どうしてもねバンヘイレンのあの中期の音、つまりですね、イーブンタイドのハーモナイザーを使い出して非常に厚みが出た頃ですね、ブラウンサウンドもね、もう非常にも魅力的で、あの音をなかなか出せないんですが、実はね、ファックのアルバムとかもうすごいこの厚みというかね、ハーモナイザーを使ってですね、左右にこう音をね、この辺がちょっと謎なんですけども、私はねこのケンパーでね、ヴィンテージコーラス使うのと、このピッチシフターというかね、そのピッチをずらすというよりもね、このパウンドケーキはね、1オクターブ上の音が入ってると思いませんか。これ軽くね入れてみたんですよ。わかります？少しだけ、1オクターブ上の音を混ぜると、こことかね、ですか、これ。このバンヘイレンのねパウンドケーキを聞きまくった人にはわかるんじゃないでしょうか、この1オクターブ上の音。それとね、ですね、ちょっと入れてるだけなんですけどね、もう分かる人には分かる、オタクにしか分からないかもしれないんですけどもね、12月27日ぜひ見に来て、体感してくださいね。お待ちしてます。